は、トミーです。今日は今巷で話題のインディペンデントというブランドを紹介していこうと思います。こちらのブランドはスケーターの方が結構着ているブランドなんですけど、最近結構人気が出てきたというか、街中でもちらほら見るようなブランドになっておりますので、紹介させてもらおうと思っております。で、今日は3つご用意いたしました。1つ目がパーカーとスウェットと、あとそのパーカースウェットのセットアップとしてご利用いただけるスウェットパンツご用意しました。今年の秋ぐらいから結構スケーターの方だけじゃなくて、女性の方とかも結構スウェットパンツ履いてる人多いなっていう印象があるので、このスウェット気になる方ぜひ最後までご覧になってください。で、セットアップなんですけど、今出てるこのグリーンと水色、あとチャコール、この3色がパンツセットアップで着用可能になっております。はい、じゃあ気になる詳細からお伝えしていきます。まずスウェットとこちらのスウェットパンツは税抜き7000円でございます。で、パーカーの方はちょっとお値段上がって税抜き7200円になっております。まあ200円分フードの200円分値段が上がったっていう感じで捉えていただければなと思っております。では、このスウェットたちの特徴をいくつか言って動画締めたいと思っております。特徴といたしまして、まずスウェットの生地なんですけど、9オンスの作りになってます。オンスっていうのは生地の厚さのことで、普通の T シャツとか皆さんが夏に着ていただくような普通のペラッとした1枚の T シャツの単位は7オンスになってまして、それよりちょっと分厚めの生地になっております。スウェットって一般的にまあ10とか11、12あたりがまあ普通のスウェットの生地の厚さなんですけど、それより若干薄い生地感になっております。最近やっと冬本番という形になってきて、まだかなり寒いんですけど、春物として紹介させてもらいます。で、今の時期から買っていただけるならもうすぐ着ていただきたいので、今の時期着れるおすすめのコーデを紹介したいんですけど、僕も結構買ったらすぐ着たい人間なんですけど、昔、今はそんなないんですけど、昔買ったらその場で着替えて、あと他出かけるみたいな、遊びに行ってご飯食べて帰るみたいなことをやってたんですけど、まあ、そんな同じような方のために今の時期から着れるコーデをおすすめします。結構見当はつきやすいと思うんですけど、なんかインナー着ていただく、シャツ着ていただくのもありなんですけど、インナーで着丈が長いのを選んでレイヤードして着ていただいて、その上からアウターを羽織る。で、アウターを羽織る際に、まあ、セットアップできた場合なんですけど、アウターを羽織るときに、アウターを締めない、完全に締めないで全部アウターボタンとか開いた状態で着ていただければ、私セットアップ着てますっていうのが、まあ、周りから見たときに一目で分かるので、アウター着る際にボタンは閉じないで開いた状態で見せびらかすぐらいの感じで着ていただければなと思っております。去年ぐらいから結構セットアップって流行ってるんですけど、そのセットアップの醍醐味って、もちろんもうコーデを考えすぎないでちゃちゃっと着れるところとは思うんですけど、もう一つ靴で遊べるっていうのが一つ特徴かなと思ってまして、まあ、セットアップどんな着こなし方をしてもまあ様になるんですけど、超おしゃれさんには見られないかなっていうデメリットもあると思ってて、じゃあ何で差をつけるかってなった時に、まあ、靴だと思うんですよ。なんでスニーカーで、まあ、スニーカー好きな人だったり革靴好きな人も、まあ、このセットアップ検討していただければなと思っております。はい、あと大事なこと言い忘れてたんですけど、これサイズ感結構大きめになってます。僕身長170センチなんですけど、これ一番小さい M サイズになっております。 M サイズだけでも結構着丈長めなので、そこら辺も注意して検討していただければなと思っております。はい、こちらの商品概要欄から商品ページ飛べますので、ぜひ気になる方チェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。